皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。昨日のね、まあ日付的に昨日、撮ってるのが翌日なんで、公式大会で、使ったコテをお見せします。というわけでね、ロボガで出場したんですよね。で、昨日は2戦の裏グリガでやりました。まあ大変申し訳ないことにね、2戦目で負けてしまいました。あー、ゾンビ見れなきゃいけない。ちょっとアヌビスだけじゃ不安。あー、で、俺これあれだ。補欠全解除のままなってるな。いらないキャラいっぱい出てきちゃうかも。まずいねー、ゾンビが。ゾンビまずいねー。何この札。弱いねー、札。まあまあ、しょうがないね。バサカ残そうか。バサカ残して妖怪で攻めよう。どうせ妖怪切らなきゃいけないから。で、ゾンビだし、マミー切らなきゃいけないから。と、どっかで使わない枠が出てくる。で、マミーね、ゾンビ。悩むね。で、やった答えがロボガグリガで、じゃあなんでこの答えなのかって話なんだけど、まあ、単純に、これだよね、まだ。うん。取られんだよ。オッケー。単純に、グリガが強いところで選んだだけ。すごくシンプル。まあ、グリガってキャラが強くて、まあ、ロボが単純にもうあれだからね。選ばなきゃいけないキャラだからなんだけど。だって、さくらちゃんがね、いるからね、ちょっと切りづらいんだよね、今。現状。まあ、ここロボガでいいかな。ひとまずね。ロボガで、ここも豆でいいかな。壁張ってもらおうか。届いてないんだけどね、これ豆。はい。路線、寄らないんだけど、それマジ寄らないの？そんなこともあるんですね。はいはい。マジですか。どうしようかね、これ。マーミーのまさかに。倒せればいいからね。はいはい。これで一応ゾンビの脅威が去ったね。ただ、ゾンビの脅威が去ったんだけど、奴が倒せない。奴をどうしようか。一発出る？天才か、お前もしかして。天才だったわ。天才くんがいた。ここは、こうして、妖怪で全力百裂密封すれば、倒しながら取りでも削り切れるというね。ありがたい妖怪だね。止められんのはしょうがないもん。マミー行こうか。倒してくれて、剣士も拘束してくれた。で、あれで、さくらちゃん終わりだよね、確か。あれ終わりだよね。ま、合ってるよね。バサカ行こうか。すごい数いるね。寝かしてくれた。オッケーオッケー。さあグリガ行きたいね。時間的に負けないからね、もうね。グリガ行って取ったぞ。しかもでかい。これしたらマミーこっち行こうか。マミーこっち行って、こっちにキャラ使わしたい。オッケー、いいよ。したら拘束して、こっち引っ張って、ここで止めてあげて、レドラを浮かすか。そろそろこのライン満パンだからね、上ね。どっか入れば OK。 入れ、ナイス、まさか。というわけで点差勝利と。はい、まあ至ってね、シンプルに大型2個手しました。というのもね、まあ手札事故って負けたくないなって、まあ、思って、まあ大型2個手したんですよね。まあ結果的に2戦目はちょっと足2枠引いて2番でしかでもやらちゃったんだけど、まあそういうのもしょうがない。あれラストシャッフルだった、ラストシャッフルだったんだよね、あれね。いや、ロボガをリーダーにして、まあ、いろんなサーブ試したんよ。大会前に練習してて。で、いろんなサーブ試してて、で、まあ、動画1個出したと思う、お米ちゃんやったんだけど、お米ちゃんね、あ、でも動画内でも言ったと思うんだけど、勝率悪くて。思ったよりも勝てなかったんだよね、あれね。まあ、動画でも2000円ぐらい負けたかな。あ、金太郎確か小前なり弱かったはず。ダメだ、使っちゃう。いやー、小前犬かー。ちょっと気になる札だから行っちゃおうかな。ちびほわで狛犬意外と削れるんじゃないかなっていう。ちまちま出てこなければ。同時出しだったら削れる気がしてる。一体じゃ無理だけどね。狛犬召喚した壁にして、ちびほわを2体重ねるとかで。ワンチャンできないかな。って感じなんだけど、騎馬兵ね。これも切ろうか。うん、これだんでかいね。サイクルに出たのか。なるほどね。まあ、こう、グリガ行こう。一回止めようか。一回止める。一回止めて。これを止めてあげて。お前の許可。で
オッケー、いいね、いい感じ、いい感じに強化できてるね。ここも狛犬行こうか。本当はね、小出しすべきじゃないんだけど狛犬って、まあ、しょうがない。これはうまく壁にできる気がする。このキャラを壁として、ほら、横綱だった。今いい感じだよ。ちなみに鳴らそう狛犬。狛犬護衛できるのやばいな。なんか相手の裏技のタイミング早い、ラッキー。で、クラが流れたんだけど、それは予定と違う、それは予定と違うんですが、なんとかなりますよ。これこれは取らちゃいけないね。うん、あ、これ今触らないんだ。いいや、これ普通に狛犬、狛犬切るわ。うん、こうしようか。まあまあ、ちょっと危なかったね。狛犬全然減らないね、クラガの持ち上げで。はい、というわけでありがとうございました。続いていこう。大会の予選、まあ、本戦もなのかな、あの、バンのルールがあったんだよね。相手にこのキャラを使わせないみたいな。使ってはいけないよ。テイクシットしちゃいけないよ。補欠にしてねっていうルールがあって。で、ソロが2枠、マルチが1枠のバンルールがあったんだけど、あ、ちょ、これ、あの、今回、あの、変なキャラ出てきてるけど、あの、補欠全解除なんで、本来補欠にしてるキャラも出てきてるんで気をつけてください。あ、もうキャラ今使えるんだって思わないように。で、バンルールが存在してたんだけど、バンにしたかったキャラがね、2枠いたんよ。ちょ、この札あんま強くないんだけどね、行かないといけない、もう。足がいたから。で、俺がバンにしたのが、金太郎と、ですかな。でも俺がバン、本当はバンにしたんで 4種いたんだけど、まあ4種選べないからさ。あれなんだけど。で、金太郎と、デスで、まあ理由が、まあデスが全盛期の時にバンにしたんだよ。まあ一応ね、あの、デスが、まあ攻撃力下がった後でもバンにできたんだけど、間に合ったんだけど、まあしなかったんだけど、まあどっちでもいいやと思って。デスもバンだし。で、デスそもそもバンにしたいしって思ってね。別に間違っていなかったから。ちょっときついんでしょうか。ロックマン弱いな。マジで。ちょっと弱すぎるな、ロックマン。さすがに。悲惨なパワーだな、ロックマン。どうしようか、これ。剣士は全部弾いた。一応、ロボバスターで、そいつもやってほしいね。さあ、どうするかな、ここ。問題の。今。一回撃ってほしい。で、これ、勝つには、一種しかない方法が。まず、国技が行きます。で、絶対点来るんだよ。なんですぐ来ないんだろう。遅くついんか、相手。ん？普通に出せば負けるんだけどね、グリカ。大砲とか撃ってくれてる。これありがたいね。じゃあ、上のライン攻めようか。これ無理だからね、もう。天狗スルーしなきゃいけない。俺、天狗に勝てない。悟空スルーも、ぶっちゃけあり。悟空スルーしようか。うん。すごく。これで、落城処理で。で、デスと金太郎を番にしたんだけど、まず金太郎が本当に無理で。で、金太郎を出されちゃうと、1体でバッチなくても、ちゃんとスキル打ったら、ロボが1体で5割削れるんよ。リーダーでも。本当に無理で、絶対に番にしなきゃいけない、もう第一候補だったんだよね。で、番にして、で、デスは、まあ単純に強すぎるし、ロボがとしても相性良くない。正面からね、殴ってしまう状況になると、まあ無理と。軸ずらせればいいんだけど、先にロボが切ってしまった時にね、そうならない場合があったから、まあだからバンにして。あ、残りの2枠についても次話そうか。で、残りの2枠のバンが、したかったのが。したかったのが、まあ1個目はサクラちゃん。単純に強すぎる。一番支援で壊れてる。爆の強いから。で、サクラちゃんで、で、かつね、あのキャラね、こっちが中型壁で張ると、まあ一緒にロボがもかなり削ってくるんだよね。ブレーズでこれ、まあそれまたね、サクラちゃん1体で半分とか削られるから、まあそれは無理だよと。まあ、かなり厳しいよと。いやー、ちょっとね、これね、死んないんだけど行きます。ベビー虹なんで、狛犬の入庫。で、まあ、無理だよと。言ったわけで、桜ちゃんもバンにしたかった。けど、金太郎の方が優先だったから、金太郎にした。で、もう一枠が、単純にブラガーが死んじゃうってとこで、あ、ブラガーじゃない、ロボガーが死んじゃうってとこで、ブラガーもバンにしたかった。実際俺が負けたね、試合ね、2試合目見た人分かると思うんだけど、まあ、ブラガーがきついんだよ、もともとロボガーって。昔からね。
きついっていう相性があったことないわ。すごく相性が悪いから、そう。まあ、盤にしたかったんだけど、サイバルとか、いっぱいあるからね。壊して、これ裏技行こうか。壊してあげたいね。これ剣士2体いるね、ここね。うん、いいよいいよ。それ栽培解消して死んだとしても、奥のキャラ削れてるから、なんで剣士この2体のキャラで負けてんだ？マジでわけわかんないこといっぱい起こるな。うん。お、ゴスいないね、馬車ね。ありがたいね。で、ゴスね、無敵状態中って、無敵、これ、合わせてくんないんだよね。まあ別にいいんだけど。どういう意図なのかちょっと不明だけど、合わせてくれないんで。ここはね、ベビー使わなくても勝てそうなんで、このまま任せましょう。スキツナ？あーもうタイミング最悪だね。ヒダメージ減少した瞬間に撃たれちゃった。こうなると死なないんだよな。あ、でもまあ一応これで死んだからいいか。さてと、どうしようかな。ベビー1体残さなきゃいけないね。あとコマン2体いるから、そのコマン2体に対してね、使えるようにしなきゃいけない。ずれてる。危ねえ。なるほど、そんな感じか。まあ、これ行かなきゃいけないね。ウルガのスキルタイミング、これかな。まあ、避けてあげて。はい。避けてあげて。あ、もう一回、一応避けるか。うん、一応避けよう。で、狛犬いるね。危ないな、なんか、ずれてる、あいつ。まあ、ゴスいって、ここもゴスいって。ブルードでもいいんだけど、キャラいっぱいいるから、ベビー行こうか。ちょっと危険だね。狛犬マジで強いからさ、普通に負けるんだよね、ここ。え、ベビー負けたんだけど。なんで？ああ、入っちゃった。狛犬強すぎん？てか、ベビー負けたの納得できてないんだけど、あれ、ナメコの栽培吸った？栽培吸ったかな、もしかしたら。まあ、残念。ありがとうございました。もう全然減らない、ラッキー。さあ、ラスト行こうか。お相手がダイティングリーダー。グリが使ってるとマジできついから、まあ、またさっきみたいに買わせれば、ラッキーって感じかな。で、まあ、そうだね。デスを結果バーンした。デスを結果バーンしたので、まあ、グリがでいいんじゃないと。で、グリガってデスだけはマジで無理なんだよね。まあ、デス、ダイティングか。無理なんだけど、まあ、ダイティングは絶対に来ないと思ったんで、ダイティングって裏弱いよ。弱いは言い過ぎかもしれない。まあ、安定しないよ。二つよ。補欠全解除で珍しく強い札入ったな。そう、裏マジで安定しないよ、ダイティングって。大会ではね、絶対出てこない。相手がなんかバトルバルーン、じゃね、バルーンガールとかを固定しない限りはね、基本的に絶対出てこない。ダイティングは。使いたくないみんな。そう思ってる。スキル打たなかったら負けるから。なんだけど、そう。だから、まあ、大天狗もね、出てくることはないだろうな、ほぼ。って思った結果、はい。まあ、削られちゃったね。しょうがないけどね。あ、こっちも削るから。これだったら最高だけど、スライムで一生妨害しようか。これグリガでいいね、もうね。上も削られちゃうけど、助けてあげよう。押し込み普通に怖いよな。何起こるか分かんないからな。まあ、なんとかなるけど。で、コングが邪魔なのか。じゃあビトカ行こうか。これでスキル発動率を落として。これかわいそうだね。ターゲットずらしてあげよう。ロボカがここでスキルを打てればなんだけど、届くかなこれ。あー、この範囲届かないか。今、あれが寄った瞬間に打ててたら完璧だったね。打てなかったんだけど。で、今、金太郎いるから、あいつは倒せるから、ここスライムで見ようか。落ちちゃったね。まあ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 、いいんじゃない？というわけで、勝ち。まあ、ダイティングね、グリガー出せないんで、他のキャラで勝利と。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。大会でやっていた固定がロボガとグリーガーでしたと。まあ、ロボガね、金筆持っていて、1200数十いくつだったかちょっと覚えてないんだけど、ありますと。いった感じだね。まあ、かなり面白いですよ。面白いんですけど、まあ、今の環境、バンシステムなかったら、ロボガは別にね、そこまで強くないと思ってる。弱くないよ、全然。
強い方だよ。キャラとしては強い方。だけど、ソロのランクを考えると、絶対に S はない。A かな。っていうのも、俺がバンしたって言った、金太郎。まあ、ブラガとかさ、デスとかは、まあ、ぶっちゃけね、出てくるかわかんないから、まだ。あれなんだけど、特にロボガをね、リーダーだったら引いてくる可能性あるけど、でも大型だからさ、引けないこともやっぱあって。で、あとは、大型2個点の場合もあるしね、そもそも引けない、絶対引けないみたいなね、こともあるし、ロボが裏だったらわかんないからね、ってのもあるんだけど、金太郎って強すぎてずっと出てくるじゃん。あのキャラ壊れすぎなんだよ。で、あのキャラ出てくると終わるんだよ。だから、このキャラは、ちょっとね、今の環境、金太郎が弱くならない限りは少し苦しいなって感じはしてる。さすがにね、金太郎もね、火力下げた方がいい。タンクレベルのキャラなのに、火力が高すぎる。そう思ってる。以上。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。